埼玉市コミュニティバス現行車両費のポンチョ東部バスウエスと埼玉市コミュニティバス過去の車両費のリーッセ CNG 車東部バスウエスと埼玉市コミュニティバスは埼玉県埼玉市のコミュニティバスである。政霊指定都市となった2003年4月1日に運行開始。現在は市内10区のうち西区、北区、見沼区、桜区、南区、 岩月区のロックで運行されている。西部バス、国際工業バス、東部バスウエストに運行委託している。埼玉市の行政区と、旧市域2001年5月1日、浦和市、大宮市、与野市の3市の合併により埼玉市が新設された。2003年4月1日に、政令指定都市となり、その際に旧区の行政区が設置された。行政区によっては、新設された。 区役所の位置が鉄道駅から遠いなど公共交通機関でのアクセスに問題があり利便性向上のために順次運行を開始した。どの路線も鉄道駅に接続し区役所及び市の施設近辺に停車する。鉄道や路線バスを保管して地域内の公共交通ネットワークを形成し交通空白地区の解消を図るとともに高齢者や子育て層など誰もが利用しやすく 費用負担を市と利用者が分担する持続可能な地域公共交通サービスとすることをコンセプトとしている。大宮区、中央区、浦和区、緑区の4区では区役所を発着するコミュニティバスが運行されていない。旧市域でコミュニティバスの運行がないのは世の市のみだが市の中心部に近く面積が狭いことが理由として挙げられる。その後、2011年からは 埼玉市乗り合いタクシーが運行を開始している。市内に営業所のある乗り合いバス事業者3社に運行委託し、5つの営業所が担当している。合併によって埼玉市となる以前、旧岩月市と旧浦和市では、それぞれ独自にコミュニティバスを運行していた。岩月市公共施設循環バス、岩月市では、 1989年6月より、福祉目的の無料巡回バス、岩月市公共施設巡回バスが運行を開始し、東武鉄道直営時代の東武バス、大宮営業所岩月出張所と、国際工業バス、大宮営業所が運行受託していた。これは、福祉目的の無料バスではあるが、東武バスとしては、初のコミュニティバス運行受託であり、 コミュニティバスとしては極めて早期の1980年代後半に開業したという点でも特筆される。岩月市の埼玉市への編入合併により2005年3月31日をもって廃止となった。浦和市内循環バス、浦和市では主な公共施設への交通利便性向上を図るため、1994年10月より浦和市内循環バスが運行開始し、 国際工業バス西浦和営業所が運行受託していた。これは国際工業のコミュニティバス運行受託としては同年8月に運行開始した浅霞市内循環バスに続く2番目のもので、その後1996年に日高市内循環バスを受託している。浦和駅西口を奇襲点とし、東大経由と南浦和橋、遠征寺経由のそれぞれに南回りと 北回りが設定され、軽4コースで運行されていた。専用車両は、大型路線車6台で、1996年10月からは、車椅子での利用を容易にするためリフト付きの車両を2台導入した。大宮市、与野市との新設合併後も引き続き、市内循環バスとして運行を継続していたが、 政令指定都市へ移行する直前の2003年3月31日で廃止された。廃止直前の2002年にはオリジナルチョロ級も発売された。2003年4月1日、政令指定都市への移行で設置された行政区のうち一般路線バスではアクセスできない西区、見沼区、桜区、南区の4つの新設区役所へのアクセス手段として4路線で開業。西区は 西部バスに、他3区は、国際工業バスに運行委託した。その後、2005年8月に、北区に、2007年1月に、岩月区に路線を開設し、いずれも、東部バスウエストに運行委託。現行の6区6路線となった。2010年6月から11月までの、約半年間、北区、コミュニティバス、桜区、コミュニティバスの2路線で、 土曜日の実証運行を実施した。同年9月から12月までの3ヶ月間では、西区、コミュニティバスで、路線延伸の実験運行を実施した。2014年2月から2015年2月までの1年間は、南区、コミュニティバス、岩月区、コミュニティバスの2路線で、ルート変更の実証運行を実施。2015年2月から2017年2月までの2年間では、西区、 コミュニティバスで路線ルート変更の実証運行を実施した。平日の6時台から19時台のみ運行し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は全便運休する。運賃は市内の一般路線バスに準拠し、初乗り運賃は一般路線バスと同額だが、運賃に上限を設けている。現金運賃は10円未満切り上げ、IC 運賃は1円未満切り上げ。 障害者については、各種障害者手帳の提示による、運賃割引がある。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の提示により、いずれも本人は、正規運賃の半額となり、手帳の種類によっては介護者も半額となる。高齢者への割引制度はない。バス共通カードの利用は2010年7月31日で終了したが、 交通系 IC カードには全路線が対応している。ただし IC カードを利用する1日乗車券の使用はできない。一般路線バスと同じ経路を走行する区間では基本的に路線バスと停留所が共通である。2003年4月1日に運行開始、かつては一部の便が大宮花の丘農林公園まで延長運行されていた。また、 新川にかかる観音橋の掛け替えによって一時期、迂回ルートでの運行となったが、掛け替えの終了に伴い、2009年10月1日の改正でルートを再度変更した。2010年9月6日から12月3日の期間は、延伸による利用促進の有効性を検証するため、内野本号をモデルチックとして実証実験が行われ、期間中は、 すべての便が西大宮駅内野本号花の丘から、西大宮駅の循環運行をしてから、通常運行した。10月翌年6月は、校内が閉鎖されるため、花の丘発着便は、郊外の臨時停留所からの発着としていた。2013年2月1日に、乗り合いタクシー、アジサイ号が、実証運行を開始したことに伴い、西大宮駅花の丘から、 西大宮駅の区間は休止となった。その後、2015年2月3日に、アジサイ号が本格運行へ移行したことにより、同区間は廃止となった。またこの日からは、日給地区からの要望により、地区内を運行する迂回ルートでの運行を開始。終止率などの運行条件が基準に達したために、2017年2月3日に、変更ルートでの本格運行へ移行した。 その後、鴨川団地周辺に存在する交通空白地区の解消と利用者の利便性向上を図るため、2020年11月2日に鴨川団地方面を経由する新たなルートでの運行を開始した。路線図2005年8月に運行開始、2010年6月から11月の約半年間土曜日の実証運行を実施した。 2011年4月4日より、ルートが変更され、日清駅北口に乗り入れるようになった。なお、ルートとなっている道路の関係で、一部大宮区内を通る区間がある。路線図2003年4月1日に、I 系統が運行開始。2004年10月に、通系統が運行開始。別路線として運行されていたが、2008年3月3日に、 両系統を統合する形で走行エリアを拡大した。見沼市然公園構内への直接乗り入れを行った時期もあったが廃止された。その後、片柳一丁目の置き号地区からコミュニティバスの停留所を近隣に設置してほしいとの要望を受け、住民の要望に応じるとともに民間バス路線との競合の一部解消を図ることに、 なり、2019年12月16日から、地区の自治会館である沖合会館を発着する沖合ルートの運行を開始した。これにより、詐欺山記念公園を発着するルートは、詐欺山ルートと呼ばれることになった。1日あたり12便のうち、詐欺山ルートが7便、沖合ルートが5便である。なお、詐欺山ルートの見沼自然公園締め切り橋詐欺山記念公園館は、 緑区に乗り入れている。路線図2003年4月1日に運行開始。かつては桜区役所から田島団地を循環するルートだった。当初は中浦駅方面へは運行されておらず、田島八丁目から筆沼、田島七丁目、田島小学校、松本北を通り西浦和駅周辺を一周していたが、路線変更によって田島八丁目松本北間は廃止され、 西浦和駅、中浦和駅へも接続されるようになった。2010年6月から11月の約半年間、土曜日の実証運行を実施した。市民医療センター市民医療センター入り口間は、西区に中浦和駅北入り口から中浦和駅間は、南区に乗り入れている。路線図2003年4月1日に運行開始。かつては六寺文化センター間は、 公開道入り口を経由していたが、路線が変更された。武蔵浦駅周辺の再開発事業によって一時期、迂回ルートでの運行となったが、事業終了に伴い2009年1月5日の改正によって、ルートが戻され、成谷ガーデン、大谷城小学校南バス停を設置した。2013年1月4日に、 武蔵浦和駅西口に建設された南区役所の新庁舎を中心とする公益複合施設サウスピアが開設され、同日の改正によって武蔵浦和駅西口発着となった。2014年2月3日から内野地区でルート変更の実証運行を開始。終支率などの運行条件が基準に達したために2015年2月3日に 変更ルートでの本格運行へ移行した。なお、ルートとなっている道路の関係で、一部川口市内を通る区間がある。路線図2007年1月11日に運行開始。2012年1月4日、岩月区役所と岩月区保健センターの統合移転に伴い、一部の停留所名を変更した。2014年2月3日に、商工地区を経由する。 ルート変更の実証運行を開始。終始率などの運行条件が基準に達したために、2015年2月3日に変更ルートでの本格運行へ移行した。2019年7月1日にもルート変更が行われ、東岩月駅南から南平野公園間では、南平野団地を経由する便に加えて、山吹団地を経由する便が設定された。上 空数便が南平野団地経由、奇数便が山吹団地経由の運行となっている。2020年5月1日から林道町府内一丁目間の運行が休止されたが、2021年4月1日に運行が再開された。なお、ルートとなっている道路の関係で、一部かす部市内を通る区間がある。路線図2003年4月の開業時に、 各社とも専用車両として日の DS を導入。環境に配慮して CNG 自動車を採用した。CNG 改造はフラットフィールドによる。専用車両のデザインは三社共通で、青色地に金色でコミュニティバスの文字と日本線の帯が前面に埼玉市長が描かれていた。2017年から車両代替により同デザインの日の ポンチョに順次変更され、車体の字色を青から水色に変更し、帯とコミュニティバスの文字、埼玉市長は白に変更された。西区、コミュニティバス用の車両はポンチョのショートボディになったため、バスから降りる客を優先させ、乗車の際は降車する客が全員降りたことを確認してから乗ることになる。ありがとうございます。